我先到处看一看啊，不着急进房间。到里面看看应该没事吧？我的妈呀，拎这么个箱子跟个他妈推销员似的。走，咱们上楼去。他是在跟箱子说话吗？然后我们在这里啊，能看到一个老熟人。今のままじゃブレインダンスはダメだと思うんだよな。単純な表現しかできてないから。笑いといえばコメディだし、恐怖はホラーだし、恋愛はラブロマンスじゃん。ジャンル映画の方法を使ってるだけでしょ。感情表現ってそうじゃないんじゃないかな。だから今東京のチームと実験をしてるんだよ。人間の感情がもっと豊かな作品を作ろうと思って。例えば嬉しいけど物悲しいとか、落ち着いてるけど何か不安を感じるとか、そういう感覚ってあるでしょ。僕はリアルを感じてもらいたいんだ。もちろん現実には体験できない物語を通してね。はい。新しい企画のオファー？新计划。哎，僕の作品知ってるの？了解啊，我刚玩完那个快递模拟器。新しい企画のオファー？哎，はい、なんです？听着很像 rap， 一个人负责 hey， 一个人负责 rap 部分。哎，新しい企画のオファー？哎，僕の作品知ってるの？